ただ訳すだけじゃなくて、その作品世界っていうのが一番大事で、面白さとかも全てその字幕で伝えなきゃいけないっていうところがやっぱ難しくて、なかなか字幕の体験も苦戦しました。と映像の翻訳とかの裏側を学べてよかったです。今まで翻訳に興味はあったんですけど、なんとなく遠い世界のことだったんですけど、今回翻訳についてすごい熱く語ってくれて、魅力とかもすごく分かったし、今まで以上に興味が出てきて、もっとちゃんと勉強してみたいなと思いました。やる前まではすごい難しいイメージしかなかったんですけど、なんか実際にやってみて、こう言葉の本当の意味よりも作品の世界の方が大事だってことにすごい気づいたりとか、すごいなかなか体験できないことなので、すごい楽しかったです。本当にすごく楽しかったです。お疲れ様でしたってたくさん言っていただいたんですけど、全然疲れなくて、本当に最初から最後まで楽しくて、熱く仕事について語ってくださる先生方を見て、こんな風に仕事を楽しめるようになりたいなと思って、自分が本当にこう熱くなれる仕事を見つけたいなと強く思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、めちゃめちゃいいコメントね。